はいどうもこんにちは、みつきです。ポケモンレジェンズアルゼウス続きやっていきましょう。前回ね、マルマインを無事に沈めることができました。よかったです。で、残る最後のキングはクレベースというポケモンらしいです。ついに氷の世界に旅立ちます。で、ここさ、あの写真屋の脇なんだけど、今ここにいる場所をよく見るとさ、電木の写真飾ってあるねあの相撲のポーズで写真撮ったんだね、電木さんは。ここでね、なんかお茶目やなで、ここにね、てるくんとラベン博士がいてくれてるんですよ。案内してくれるのかな。どうもこんにちは、ラベン博士。純白の凍土に行くのですか。行きますよ。噛みましたよ。行きますめっちゃ噛んだ行くのですかを噛んだな。これまでは荒ぶったキングによる負傷者もいましたから、沈めるという選択も納得でした。ですが、純白の凍土でのクレベースの被害は今のところゼロ。あ、そうなの？クレベース被害を出してないの？介入する必要があるのですか？まあ、本当にそうだよね。それは本当に介入する必要あるのかな？クレベースは最大級のポケモン。雪崩の可能性は大いにありますよ。それはポケモンでなくとも起きうるアクシデントです。まあ、そうだよね。何もない現状で僕たちが介入する必要があるのか疑問ですし、何より、みつきくんにとっても危険極まりない任務です。そうだね。ありがとう、ラベ博士。私のことも心配してくれて。いや、でも何も被害を起こしてないのにポケモンとどうしたらいいの？でも、荒ぶっているキングは苦しんでいるとも聞きますよ。あ、一応荒ぶってはいるの？クレベースもなんかあの雷みたいなの受けて、なんか黄色に輝いてるわけか。あー、じゃあそれは沈めてあげるのは確かにそうかもしれない。キングについては分かっていないことばかりです。本当に苦しんでいるのかも、荒ぶる理由も、時空の裂け目との関係も。天木団長にとってキングを沈めることやポケモンの調査は何でしょうか？あー、共存のためって名目言ってるけど、自分自身が安心したいんじゃない？なんか全てを把握しておきたいみたいな。知っていれば不安になることもないもんね。安心のためなのでは？確かにポケモンのことを知ることは安心安全につながりますが、調査ではなく沈めることを目的とした任務はいかがなものでしょうか？ラベン博士ちゃんとしてんな。この人信用できるな博士。おっと、ソーリー、みつきくんは任務を受けたのですよね。であれば、僕たちはサポートをするのです。サポートというなら、腕試しをさせてくれないか。お、てるくん、久しぶりのポケモン勝負か？勝ちます。遠慮します。あの、勝ちます。いいよ、やってやるよ。お前には感謝しているぞ。お前が落ちてこなければ、ピカチュウと共に戦っていなかった。そうだよね、ピカチュウ、相棒ではあったけど、中は含められていなかったわけだもんね。それをみつきちゃんがきっかけになって刺激を受けてなんとか。おお、バリアードじゃないか。あ、マネネ、前回マネネ持ってたもんね。マネネが進化したのか。ちゃんと育てられてるじゃん。あー、偉いね、てるくん。てるくん偉いね、ちゃんと育ててるじゃん。いい子だね。よかったよかった、ちゃんと仲良しになれてる。バリアード46、結構強くなってんじゃん。ちゃんと育ててるね、いい子いい子。じゃあ行くよ、でんのすけ。そうだな、どれも等倍なんだね。噛み砕くも別に、フェアリーが入ってんのか、フェアリーエスパーか。だから噛み砕くは、まあ、効果ありになってるわけ。あ、効果ありなら、タイプ1の雷の牙でいいか、でも威力80。うわ、どっちがいいかな。早技にやっちても意味がないのか。雷の牙でいけたりとかする？でもバリアード怖いね。いける？一撃で仕留めてくれ。力技、デンノスケ言ってくれるか？どうだ？一撃だ。ありがとう、デンノスケ。デンノスケいい子だね。ありがとうね。てるくん、3体持ってる。あ、ムクバードだ。ムクバードもゲットしたんだね。力技。電光石火。どのくらい？そんなに効かないよね。ああ、よかったよかった。ブレイブバード、力技って順番遅くなるんじゃないの？え、てるくんのムクバード早くない？え、でもなんか、
え、そんなに遅くないよね、うちの伝之助。え、あれ力技ってちょっと遅くなるんじゃないの？そんな。じゃあこっちも力技で見せてあげよう。さあ、一撃で葬るんだ、伝之助。いけー。タイプ1効果抜群はもう効くでしょう。だって次のポケモンはピカチュウだね。ピカチュウはピカチュウなんだ。進化してないんだね。可愛らしい。あ、アイアンテールだ。あ、ピカチュウのアイアンテール。おー、大丈夫か、デンノスケ。ギリギリ生きた。残った、残った。ピカチュウか、ピカチュウ。なんかいい感じの子がいないな。ちょっとでも、変えたいな。そうだね。鶴太郎あたり出してみるか。鶴太郎出してエナジーボール相性悪いな。アイアンテール大丈夫か。でも結構効くな。まあどれもどれっていう感じだね。眠らせてとかよりはもうそのまま行っちゃうか。早技とかで2回攻撃できるかな。早技、エナジーボールだ。鶴太郎。お、あ、結構効く、結構効く。いいんじゃない？結構効くね。じゃあもう、早技でサクッと決めてしまおうか。行くぞー、鶴太郎。いいね、鶴太郎。君もなかなか活躍させてあげられてないから。よかった、よかった。出してあげられた。よかった。決着。てるくん、成長してるじゃないか。僕は嬉しいよ。お前の戦い方。ポケモンと共に戦うのが当たり前って感じだよな。もうそうよ、もう人生の相棒よ、パートナーですから、もう大事な子たちですから、この子たちは。トードでの任務頼んだぜ。オッケー、頼まれたぜ。確かに最大級のクレベースなんて危険な任務だよな。では、僕も純白のトードに向かうとするのです。お願いします。いやー、寒い極寒の、ね、地域に、行きますか。じゃあ早速行きますか。向かいましょうか。ありがとう。あー、これでついにマップがほぼほぼ、あれでもさ、ここなんかもやかかってるけど、ここも最終的に行けるようになるのかな。なんかもやかかってるところってなんか行けるようになりがちだけど。まあとりあえずここだね。純白の凍土。寒いんだろうね。みつきちゃんだいぶ薄着だけど寒くないのかな。めちゃくちゃ薄着で来させてしまった。いやー、いいね、雪の世界。氷のポケモンとか、結構いるんじゃない？純白の凍土。いや、いいね、興奮するね。新しいマップはいつでもワクワクするよね。ワクワク、ワクワク。ラメ博士。めっちゃ寒そう。めっちゃ寒そうだな。寒いところまでお疲れ様ですね。純白の塔と訪れる者はほとんどいないのです。いても材料集めでタウホさん率いる製造隊がたまに来るぐらいですかね。やっぱなかなか来ないんだ、ここ。ですが、調査隊はポケモンがいればどこにでもですね。クレベースがいる氷山の戦場も遥かこの先です。氷山の戦場。かっこいいな。クレベースの任務は危険だと推測されるのです。カイさんや関さんのお話を聞き、無理は避けるようにしてください。なるほど。二人にまた話を聞けるんだね。あ、カイさーん今読めなかった。100個いいですよって言ったのかな。でも、あ、カイさんも薄着だけどめっちゃ元気だね。おめえ寒くねえのかよ。はぁ？むしろ暑いぐらいだけど、暑いぐらいは言い過ぎじゃない？カイさん、マジで？暑いぐらいは言い過ぎじゃない？さすがに、ちょっと、それは人間じゃない？もしかして氷タイプのポケモンだったりする？それに先生であれば、もっと冷たいところにおられる。先生。真珠団だから、混合団だからではなく、おめえとは分かり合えねえ感じだな。まあ、確かに。ちょっとこの二人は相性が良くないよね。そうだよ。神王様は空間を作り出された存在。言葉は悪いけど、関たち混合団の言う時間を生み出した神王様は違う存在なんじゃないの？おっと、ここでまた喧嘩か？はいはい、勝手にそう思ってろ。で、どこに向かえばいいんだよ。流した。結構大人だった関さん。
先生であればいつものところだよ。先生と呼ばれるキャプテンかな。だからよ、その先生ってハマレンゲさんだよな。どこよ、ハマレンゲさん。ハマレンゲさん、なかなかちょっと読みづらい名前だな。最も冷たいところだと言ったら、氷塊のそばに決まっている。最も冷たいところにいるの、いつも。その先生って人なの？ポケモン、氷タイプのポケモンとかじゃなくて。だってよ、行くとするか、みつき。はい、押す。ついていきます。もう、人を置いていくの？時間に追われてせかせかとしているやつは好かないな。みつきさんも気をつけて、氷塊に向かってね。オッケー。でも結局、ついていって一緒には行くんだ。なんだかんだ、なんか、なんだかんだ可愛いね。あの二人仲良しだね。真珠団のハマレンゲに合う。オッケー。じゃあちょっと、持ち物整理していこうかな。さてさて、まずはちょっとマップを見ましょうか。うわぁ、寒そう。もう色が寒そうだよ、これ。ここに向かうのね。あら、皆様のお荷物もだいぶ落とされてらっしゃいますわ。このお荷物たちも拾っていきたいね。で、依頼もあって、これあれかな？なんか、サブキャンプっていつも言っちゃうけど、ベースキャンプ新たに設置できる依頼なのかな？だとすると解放したいよね。まあ、まずはここに向かっていけばいいんだね。オッケー。で、鶴太郎は絶対雪に弱いでしょ？あ、伝之助ちゃんと回復してる。よかったよかった。ちょっとさ、ニューラちゃん連れてきたんだよね。その翡翠ニューラちゃん。翡翠のニューラはさ、格闘毒タイプなんだよね。だからこの雪のね、エリア、いいんじゃないかと思ってニューラちゃん連れてきたんだけど、早速あそこにいるね。雪わらしがいるね。雪わらしさん。レベルは41ね。レベル41。結構いい感じのレベル設定ですね。結構レベルでも上げすぎちゃってるからな。あ、雪おら早速捕まった。よっしゃー。これ道なり、道ある？道なりに行けばいいのって言おうとしたけど、道なんて。これ、なかなかちょっと大変なところじゃない？進むのが難しそうだね。あ、でもこれ下も進めるね。なるほど。あ、大丈夫か。あんま高いところから降りるとさ、落下ダメージがあるからね。あ、エイパムとかもいる。こんな寒いところにエイパムもいるの？大変だね、君たち。これはあれ、あれ、あ、ここ大ニューラで登っていけばいいのかなって思って言おうとしたけど、あそこなんか雪の道がある。これはどういう、これは、あ、出てきちゃった。捕まえられなかった。まあ、いっか。これ、クレバスの抜け道。抜け道？これどっか繋がってるんだ。ワクワクするね。新しいマップだ。でもなんか、雪の世界すごくシーンとしてるね。何かポケモンとかいたりとか。あ、いる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 。あ、これさ、あのポケモンなんだっけ？クレベースの前のポケモンかな？カチコール？あ、多分そうだ。クレベースの前のポケモンだよね。進化前のポケモンだと思う。カチコールさん。カチコールさん、捕まった。よかった、捕まった。あ、捕まりました。こういう感じで、どんどん捕まえられるポケモンを捕まえていきたいよね。捕まえつつ、向かっていく感じだな。この子は、あ、戦うタイプだね。オッケー。戦いましょう。バトルだ。翡翠ニューラちゃん戦うぞ。行くぞ。カチコールレベル35。まあいい感じじゃない？あ、でもインファイト PP5 だな。5か。レベル35だったら毒好きとかでいける？いける？あ、力技かっこいいね。ニューラちゃんの力技。毒好き。あ、いける。力技使わなくてももしかしたらいけるのかな？なるほどね。誰で進んでいくか、だいぶ悩むかもしれないね。抜け道の先には、ここは今マップの、あ、ちょっと進んできたんだね。ちょっと進んで近づいてきてるな。よしよし、いいぞいいぞ。いや、見晴らしがいい。
めっちゃ見晴らしいな。雪の世界いいね。あ、なんかあれさ、わさわさしてるとこある。あの、あれ、わさわさしてるとこやりたい。あ、え、ミミロル、ミミロルがいる。ミミロルだ。あ、ミミロルちゃん、ミミロルちゃん。待って、ミミロルちゃん、ごめんね、ミミロルちゃん、ごめんね。ミミロルちゃんは逃げるんだよね。これ何が出てくるかな？なんかワクワクしている。あ、ミノマダムだ。なんか大体こういう木ミノマダムしか出てこないんだけど、ミノマダムかさ、ミノムッチしか出てこないんだけど、他のポケモンとかって出てくることもあるのかな？どうなんだろう。あー、ちょっと相性悪いね。毒好きが効かない、効果なし。毒が効果ない。鋼が入ってるの？もしかしてミノマダムって。あんまり知らないんだけど、切り裂くも今一つだもんね。あ、そうなの？はぁ、ちょっとインファイト使うしかないけど、これってさ、でも、倒せる？あー、残っちゃったか。倒せないか。虫のささめき。おー、効果今一つ。大丈夫か。これ、あー、どう、切り裂くでいける？力技使えばいける？いや、でも鋼切り裂くの痛いよね。ミューラごめん。ミューラごめんね。あー、ごめんね。急所に当たった。ありがとう。ありがとう、ニューラちゃん。君は頼りになりそうだ。ありがとうな。いやー、なかなか大変だね。ウリム、ウリムだ。ウリムがいる。ウリム、ウリムかわいい。ウリムかわいい。ウリムってすごいかわいいですよね。ウリムめちゃくちゃかわいい。ああ、捕まってくれた。捕まってくれた。ウリムちゃん。ウリムちゃん、イノムもいる。イノムもいる。ウリム、イノム結構、結構。あ、あ、見つかった。見つかった。見つかったよ。見つかったら戦ってくるタイプなんだね、イノムね。結構、戦闘力が強いというか、戦闘本能がすごいというか。なるほど。もう、インファイトで一撃で仕留めてしまうか。攻撃食らったら多分、ニューラちゃんはちょっとあんまり耐えられない気がするからね。で、そうだな、誰にしておこうかな。イノムが微妙。誰にしても微妙っていう感じあるな。デンノスケにしとく？デンノスケにしとこうか。あ、めっちゃイノムがいる。かわいい。大量捕獲していこう。あ、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 逃げちゃった。逃げちゃった。あ、ウリムちゃん。ウリムちゃん待って。ウリムちゃん待って。待って。ウリムちゃん。ウリムちゃん待って。ダメだ。なかなか捕まってくれない。あー、なんか、たくさん、たくさんいて、すごい可愛い。めっちゃテンション上がる。やば。楽しいな。うわ、おー、鬼氷もいる。鬼氷もいるよ。鬼氷もいる。これ、ちょっとボール、投げれるかな。あ、そのまま後ろを向いてて。そのまま後ろを向いていて。あ、あ、見つかった。あ、見つかっていない。あ、見つかった。見つかった、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 見つかった。よし。デンドスケ頼む。行ってくれ。レベル53。結構高いな。ここら辺の。炎の牙。行け、デンドスケ。応募させてきたんだ。うわー。なかなか、あ、大丈夫。あ、つ、あー、ミツキも食らったよ。つらら落とし。結構強いね。これ、ボール投げて捕まってくれる？頼む、捕まってほしいな、鬼氷さん。欲しいな、鬼氷さん。とか、あー、ダメだった。やばい、大丈夫か、天之助、天之助大丈夫、天之助、噛み砕く、大丈夫、耐えられる。耐えてくれたけども、耐えてくれたけど、ちょっとやばいな。ちょっと、一旦、キサラギさんとかにしとくか。キサラギ、頼んだ。天之助はもう、瀕死状態だ。君でちょっと耐えてもらって、もう一回ボール投げてみようかな。捕まってくれ、鬼氷さん。どうだ、捕まるか。頼む、頼む。あ、よかった。捕まった。モンスターボールとかでケチケチと捕まえようとするからな。スーパーボールとか使えばいいのかもしんないけど。でもスーパーボール使っても結局さ、なんかダメな時はダメって思うとどうしてもね。あ、なんかあれ親分。目光ってる。あそこに親分いる。あれ、親分鬼氷じゃない？目光ってるよね、赤く。ああ、親分。親分がいらっしゃる。確かにちょっとでかい。親分鬼氷いいな。
お、いたいたいた、あの人が、あの人が、あ、名前なんだっけ、なんか、わ、なんか、6文字だったような気がするしか覚えてない。あ、なんか、もう、上半身ラじゃん。寒く、な、でも、寒くなさそう、強そう。寒さに打ち勝ってるような顔してる。寒風吹きすさぶ中、こんな滑れたところまで、ご苦労なこったぜ。ありがとう、関さん。こちらにいらっしゃるのが、クレベースのキャプテンで、私の尊敬する浜先生なの。浜先生ね。先生って言われるからには何かそういうすごいのを何か持ってらっしゃるのかな、この人は。席図が高いよ、図が高いよって注意なかなか聞く機会ないよ。図が高いよはなかなか言えないね。まずは名乗るといたしましょう。私は浜蓮華、そう、浜蓮華さんね。浜蓮華、真珠団キャプテンを務めております。お前さんが銀河団の三月さんですね。はい、そうですよ。お前さんに問いたい。何故クレベースを沈めるのです。まあ、そうよ、何もしていないもの、ねえ。でも任務だからってちょっとなんか仕事だからみたいな何でも割り切れる性格じゃないから、でもクレベース荒ぶってはいるんでしょ？荒ぶってると苦しんでると思う、沈めたいかどうかはちょっとまだ心定まってないけどね。とりあえずクレベースさんの様子を知りたいよね。苦しんでるなら沈めてあげたいですね。荒ぶっているからかな、どちらかというと。さらに問います。荒ぶることの何がいけませんか？何がいけませんか？雪崩の可能性。でも雪崩の可能性もあるんだもんね。何がいけないというと、クレベースが苦しむことがいけないと思うんだけども、その答えがないね。雪崩の可能性？なんかピンとくる答えじゃないんだけどな。さらに問いますぞ。銀河団の任務かどうかではなく、お前さんの意思はどうなのですか？私の意思は、まあ、クレベースを助けたいので、もし、荒ぶったことによってクレベースが苦しんでるなら沈めたいですよ。助けてあげたい。鉄拳キングクレベースは誰にもどのポケモンにも迷惑をかけておりませんぞ。その気持ちはわかる。それはそう。それは本当にそう。浜先生、熱くなってるよ。確かにクレベースはおとなしく何ら問題を起こしておりません。ですがあの巨体、いつ暴れるのかという皆の不安を取り除くのも務めなのでは？でもさ、その不安、暴れるのを沈めるのは、みんなが危険だからというよりは、なんていうか、でも解散としては周りも平和に暮らしてほしいから、そうかもしれないけど、もし暴れた時に、それは暴れた時に周りが対処できるように整えておくっていうことで、クレベースを守ることにつなげていきたいよね。なんかもう、浜蓮華さんの言ってることに、おおむね同意なんだよな、こっちとしても。ある。ある。一理ある。だが、それなら、私たちでこのものを確かめねばならん。脳書きはどうでもいいか。ほら、ポケモン出そうや。出そうや。行きます。でも、大丈夫かな？倒せるかな？氷も私の筋肉もカッチカチだからな。砕けるか。カッチカチだよね。カッチカチね。オッケー。まあ、砕けるといいですけど、ちょっと不安のあるメンバー、しかし、カゲロウ丸を先頭にしているので、何が来ても大丈夫だろうと思います。2対1、2対1じゃん。うわー、もう早速やってんじゃん、お前。筋肉いくらカチカチでも、なんか、精神がかっこ悪いぞ。正々堂々1対1で勝負しろや。マジで？でも24なのね。じゃあ、まあ、雪目の子、なんか特殊な攻撃してくるかな？状態異常とかしてくるかな？いや、でも鬼氷からやりたいよね。じゃあ、もう早速鬼氷に、火炎放射、早技でいけるかな？早技だと倒せないかな？倒せないとちょっと困るけど、普通でいいかな？いけー、火炎放射。どうだ、一撃。ありがとう、かげろう丸。お前はいつもやってくれるな。そうだ、特攻あげたんだった。そうだった、そうだった。
当たり目、ああなるほど。でも24のそんなに効かないね。あ、でポケモンは2体だけなの？あ、持ってるポケモン全部出したの？じゃあこっちを持ってるポケモン6体全部出してバトルしよう、やみつき。いやー本当になんだろうな。じゃあ百鬼夜行も見ちゃう。百鬼夜行。いけかけろ丸早技だ。意味もなく早技。百鬼夜行。あーかっこいいね。かけろ丸かっこいいね。うちのかけろ丸かっこいいな。本当に。いいポケモンだ。いやーなんか2対1よくないよ。なんか正々堂々と行きそうな人じゃん。なんか、ゲームシステムのせいでなんか悪い人みたいに見られちゃうじゃん。この人かわいそうだな。あれだよ、あれお見事だよ。硬い氷を砕きやがったな。おい、お前さんたち、この人は大丈夫だよ。さ、もうそれだけで信じてくれた？いや、ちょろいですね。ありがとう、浜先生。そうなの、美月さんは空から落ちてきて怪しむ人もいるけど、私は信じているの。カイさんはもうすっかり私を信じてくれて、もう可愛いね、カイさん。カイさんめっちゃ懐いてくれてる。可愛いな。最初はすげえ突っかかってきて、なんだこの人って思ったけど、今はめっちゃ懐いてくれてる。クレベースを沈めるなら、永遠の氷を得て、永遠の氷。キングマに来るといいでしょう。なるほど。永遠の氷を集めるには、ウォーグルの空を飛ぶ力が必要でな、お、ウォーグル。え、じゃあ空飛べるようになる？細かい説明は省くが、わさびって娘を探してくれ。わさびっていう名前の子なの？そうなの？わさびちゃん。かわいいね、わさびちゃん。オッケー。きちんと説明して、時間を惜しむと、かえって時間を費やすよ。クレベースは真珠団のキング。俺が説明するのもどうかと思うがな。そこバチバチやり合わないでくださってもよろしいですか？いいか、クレベースが好む永遠の氷は純白の凍土に隣立する氷塊の上にあるんだよ。なるほど。そこで混合団の出番だ。人はもちろん、大乳団も登れないから、ウォーグルで空から近づくって寸法よ。やっぱ空飛べるんだ。ちなみに氷塊だが、あ、めっちゃ関さんの感じで読んじゃった。ちなみに氷塊だが、浜先生はあと2メートルのところまで登ったそうだ。筋肉は正義だな。筋肉は正義。カイさんの口からそんな言葉が出てくるなんて、筋肉は正義だな。わさびだが、本当に飛んでるやつでな。まあ、喫茶キシティってさ、なんか、神話地方にあったよね。喫茶キ神殿に向かえば、どこかで会えるだろうよ。ってことは、喫茶キシティって、神殿があった場所なんだね。わさびさん？あ、わさびさん。あ、オーグルだ。え、わさびちゃんかわいい。わさびちゃんめちゃくちゃちっちゃくてかわいいじゃん。千里眼で見えちゃった。あたしと鬼ごっこだよね。あたしのいるところまで来ることができるかな？かあ、かわいいな。なぜあのような場所に？確かに飛んでるけど。わさびさんはお前さんを追いかけるじゃない。お前さん、わさびさんを追いかける。私は、寸間を惜しんで鍛える。鍛えて、己の肉体で登るのか。ハマレンゲさんは。なるほど、あそこに、で、わさびに声をかけると話が進んでいくわけですね。なるほど。いやー、浜先生。なかなかに、また、癖の強い方々がいらっしゃったね。なんかもう、関さんと海さん仲良くして、なんか説明するときには、ちょっと仲良くしてほしいなって思いますね。じゃあこの4人並んでちょっと今日終わりにしようか。なんかすごいいい感じに並ん、寒いね、みつきちゃん。みつきちゃん寒いね。寒いね。頑張れ、みつきちゃん。そうね。カイさん全然寒くなさそう。さすがだな。カイさんがもともと住んでる場所ってこういう寒い地域なのかな。すごいね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうかね。あ、外でピーポーが鳴ってる。ピーポーの音が入るかもしれない。あ、じゃあ次回はあそこに向かうところからですね。いやー、すごい星空めっちゃ綺麗だなー。あ、じゃあもうこれめちゃくちゃいいバッグじゃない。なんかめっちゃなんかジャケシャにありそうな感じの。ミスキーもうちょっと右か？もうちょっと右か？
こんな感じでどう？なんかめっちゃいい感じに整ったんじゃない？みつきちゃんめっちゃ寒そう。めっちゃ寒そうだな。ごめんな、みつき。じゃあね、今日はここで終わりにしましょうか。じゃあね、次回、ウォーグルに乗ることができるのかな？わさびちゃんに話しかけてどうだかっていうのがちょっとまだわかんないけど、あ、雪降ってきた。雪もちゃんと降るんですね。なるほど。この雪んとこ結構野生ポケモンレベル高いで、またレベル上げしようかなって思います。ではね、次回も見てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。みつきでした。